平成22年6月4日金曜日、衆議院と参議院で内閣総理大臣の指名選挙が行われ、菅直人議員が内閣総理大臣に指名されました。8日火曜日、菅総理は組閣に着手するため総理大臣官邸に入り、組閣本部を設置しました。仙谷由人新内閣官房長官から閣僚名簿の発表が行われ、その後、菅内閣総理大臣の就任記者会見が行われました。私は政治の役割というのは、国民が不幸になる要素、あるいは世界の人々が不幸になる要素をいかに少なくしていくのか、最小不幸の社会を作ることにあると考えております。日本という国のため、さらには世界のために、私のあらん限りの力を尽くして、良い日本を良い世界を作るために全力を挙げることを国民の皆さんにお約束をいたしまして、私からの国民の皆さんへのメッセージとさせていただきます。皇居での新任式認証式を終えて、菅内閣は正式に発足。閣僚とともに総理大臣官邸に戻り、初閣議の後記念撮影を行いました。9日水曜日、皇居での副大臣の認証式を終え、総理大臣官邸に戻った菅総理は、副大臣とともに記念撮影を行いました。そして初副大臣会議に出席、挨拶を行いました。これまでは政策は内閣で、他の活動は党というふうに、少しこう役割が分かれてきましたけれども、今回は現場政調会長が入閣するという形で、政策的にも党の中での議論と内閣の中での議論なり決定とか、政調会長が入閣するということを含めてですね、ある意味でこう統合していく形ができております。そういう意味では党の仲間の議論をしっかりとですね、受け止めながら、内閣としての決定なり行動に、いい意味で反映をさせていただきたいです。大臣政務官への辞令交付の後、記念撮影を行い、この後行われた初大臣政務官会合で挨拶を行いました。その後、第3回となる皇帝駅対策本部会合を開催しました。10日木曜日、総理大臣官邸で宮崎県都城市において皇帝駅の発生が確認されたことを受けて、第4回となる皇帝駅対策本部会合を開催しました。先に正常化が確認された海老の市での経験を踏まえて、皇帝駅の感染拡大を防止するためには、迅速な初動対応が何よりも重要である。続き防衛庁、警察庁など関係省庁には、増派を含め迅速に必要な対応を進めてもらいたいと思います。午後には各府省事務次官等を招集し、訓示を行いました。その後、仙谷官房長官、中井拉致問題担当大臣らとともに、拉致被害者のご家族と面会し、家族会代表の飯塚繁雄氏から要請書を受け取りました。11日金曜日、総理大臣官邸で宮崎県内において皇帝駅の感染が拡大したことを受けて、第5回となる皇帝駅対策本部会合を開催しました。昨日新たに宮崎県日向市
西都市および宮崎市のワクチン接種区域外の農場で口蹄疫の発生が確認されました。口蹄疫については危機管理上の重要な課題として管内閣としては総力を挙げて取り組んでいく覚悟であります。衆議院参議院の本会議で所信表明演説を行いました。総理大臣官邸に戻り、日本労働組合総連合会の古賀信明会長による表敬を受けました。皇居での認証式を終え、自民郵政改革金融担当大臣に汚職事例の交付を行いました。12日土曜日、菅総理は家畜伝染病の口蹄疫が発生している宮崎県を訪問しました。宮崎市内の畜産農家を視察した後、午後には東国原宮崎県知事、関係市町村長らと会談しました。その後、口蹄疫現地対策本部を視察し、本部職員、警察官、自衛隊員らと意見交換しました。